本能寺にて伊賀忍団の襲撃を退けたのもつかの間、信長のもとに秀吉からの救援要請が届く。備中で毛利勢と対峙していた秀吉の前に流浪の将軍足利義昭を総大将とする幕府最高軍が襲来したという。援軍要請を受けた信長はすぐに準備に取り掛かったが、敵の勢いに押された秀吉は前線を放棄して後退。秀吉は山崎に布陣して敵の進軍を必死に食い止めるも、突破されるのは時間の問題であった。天下一新。親父、秀吉さん押されに押されて今は山崎で踏ん張ってる。急がねえと。もうそんなところまで。美月、敵の陣容はつかめたか。主力は毛利、それに雑賀衆もで、敵本陣にいるのは将軍様だな。これが桃地の企てならどこかに伊賀人も潜んでいるはずね。うむ、これまでにない厳しい戦になるだろうが、食い止めねば今日を奪われることになろう。勝たねば俺たちは終わりだな。だが勝てば一気に天下を引き寄せられる。皆行くぞ。この一戦で乱世を終わらせてやろう。役目を果たすわ。誓いを果たす。敵の兵数これほどと。だがひるんではいられぬ。急ぎ秀吉らの救援に向かえ。この機に旧将軍家も潰しておかねば。天下一新、必ずやなしてみせよう。救援には向かわせぬ。足止めか。急ぎ片付けねば秀吉が危うかろう。これはどう。秀吉たちが危ういようだ。助けに向かうぞ。一。一に長政来てくれたのね。これなら救援も間に合うかしら。開門。任せろ。この戦、勝ち秀吉をはじめ皆の力が必要だ。俺や十兵衛が前線にて統率せねばなるまい。奴らに救援させるな。急ぎ秀吉を撃て。腹手が来たみたいだよ。あっちにも対応しないとまずいかも。信長様が必ずオイラたちを救ってくれる。みんな、もう少し耐えてくれ。上様の命を狙う知れ者どもだ。織田を寄せつけるでないぞ。ああ、助かった。よっしゃ、こっからまたやったのか。分かった。秀吉は助かったか。少しは役に立てたみたいで何よりだ。よし、
気を引き締めて本陣の守りを固めておくぞ。レオ、あばめるものか。ここは引くほかあるまい。光秀さんの強さ見習わないとな。伊賀人までお出ましかよ。もはやここまでか。ごめん。楽になりなさい。聞かせていただこう。ここは引くほかあるまい。これより先には進ませぬ。我が命に代えても上様はお守りいたす。返した。一瞬だ。見えた。見えた。入れろ。敵将切り伏せた。きっと駅伝引かせてもらう。おめでとうございます。出ろ。出ろ。返してみろ。先に進めますね。義明倒します。私に平伏せぬとは。許さぬぞ。織田勢が足利を狙っているのは奴らの背後をついてやれ。来たな三代。天下一瞬阻ませば戦この地にて散るのよ。勝利条件変更。ゼタ。勝利。私が立てば信長に勝てるのではなかったのか。討ち死に。おやおや、将軍様が先に倒れちまったが、だが関係ねえ。どうせこの戦は止まらねえよ。やはり義明を撃っても終わらないか。ならば俺も最後まで戦い抜くのみだ。義明様のご無念は我ら毛利が晴らす。な、織田勢を取り囲んで潰せ。開門。受けてみなさい。将軍がいなくなったの聞かねえのかよ。くそ、毛利の奴らも倒さねえと。山中鹿之助水産。毛利の相手は俺に任せてくれ。心強い援軍が現れたようだ。鹿之助と共に毛利を挟み撃ってやろう。進むなら今だな。承知。開門。雑賀衆が動いたか。奴らを泳がせては俺たちに危機が及びかねない。松永久秀、偵察より帰還いたした。耳寄りな情報を仕入れてまいりましたぞ。受けてみなさい。敵将舞い落ちた。ここは引くほかあるまい。これはどう。
たえきれん。聞かせてもらう。これは見事なお手並み。承知。蝶の一面侮らないで。織田に感づかれたか。とっとと始末しちまうか。これはどう？そこに天王山への道は私が確保いたしました。さあ桃地めを倒しに参りましょうぞ。開門。任せろ。感謝する貴様殿。桃地は必ずや倒さねば。今死ぬわけにはいかねえ。毛利には悪いが一旦引かせてもらう。分かった。よし、最下衆をやっつけたぜ。これで鉛に貫かれる心配はなくなったかな。いざ任務を果たせ。行くぞ。ここは私が食い止めまする。桃地は砦を抜けた先です。お急ぎあれ。織田勢が来やがったか。この砦は渡さねえぞ。これで終わり。最下衆の拠点を奪ったようだな。兵を伏せておけば後々役立つかもしれん。受けてみなさい。もののふとして一層励みなされ。俺の刃から逃れられると思うな。かかったらお命ちょうだい。デーモン。止めろ。ヒサヒレは天王山への道を抑えたと言っていたはずだが。マイナス。いささか分が悪い。今こそ好機。昇竜寺城を制圧せよ。これはどう？承知。毛利の奇襲とは城を守りきれなんだか。開門。久秀のことは捨ておけぬ。今は三太夫のもとへ進軍するほかあるまい。城の制圧想定よりたやすかったな。さあ織田を一気にほふってやろうか。開門。受けてみなさい。やってくれたな毛利め。ともかく今は敵を切り伏せねば。勝利条件変更。引いて仕切り直す。また後で遊ぼうぜ。開門。任せる。やはり来ました。私は消えろ。
織田を打ち払ってみせます。この時を待っておりました。目で壊そう。我が理想のため、消えよ織田の異物だわ。イエサ久秀、一瞬やはりな。三太夫と結託すると落ちたものよ。さて、これよりわしが前線の指揮を取ろう。分かった。あいつはそんなバカな。いや、でも一応確かめに行くか。この砦は毛利の要所を抑えたことで奴らの動きを少しは止められるだろう。来たぞ光秀。一緒に頑張ろうな。俺たちの強さこの戦場にて共に示そう。徳川家康、参上いたしました。これより加勢いたします。家康か、思いのほか早い到着。将軍を急いだか、あるいは。じいさん、なんでここに。あんたは俺が倒したはずだ。何、悲願はちと退屈でな。久方ぶりに鹿狩りにでも興じようかの。あやつが毛利元就であるものか。急ぎ正体を暴かねば。わしがいる限り毛利は倒れぬ。織田よ、残らず散らしてくれようぞ。見えた。出ろ。遅れを取ろうとはな。全て壊そう。俺の役目はここまで。最後に元就公を演じられて楽しかったぜ。影武者がやられたか。この策は失敗だ。織田もなかなかやるじゃないか。織田の背後をつくぞ。隠れ。奴らはいつの間に。これで終わり。あいつはやっぱり偽物だったか。本物のじいさんはもっと強かったしな。受けてみなさい。久秀殿、織田を裏切り桃地に組みするか。俺も容赦はしない。理想の世は承知。すぐそこに。打ち切り。ああもう、また新手かよ。一体どっから湧いてんだ。任せろ。行く手を阻まれるとは。徳川勢、ただいま苦戦に参りました。家康殿がもう一人。では先ほどの家康殿は一体。心が潮時か。みんなかかれ、織田を殲滅せよ。私たちの偽物が敵に。へえ、ずいぶんいい度胸してるじゃない。姿を変え皆を惑わすとは許せない。行こうセナ、私たちで偽物を倒すのだ。俺の刃から逃れられると思うな。この勢いで叩き潰してくれる。勝利を引き寄せる手を用意しているが、まだ準備ができていないようだ。どう
めを果たすわ。騙せていたのに、これ残念ね。敵将、舞い落ちた。まあ、麗しいご活躍ぶり。おのれ、この者さえ現れなければ。偽者が伊賀人を呼び込んでいたのか。油断も隙もない。この戦、何としても制さねばならん。王絶の支度を急げ。よし来た、俺と権六殿に任せとけな。一丁決まるぜ。王絶の支度はちっとばかし手間がかかる。邪魔が入らんよう願いたいもんだ。物騒なものを持ち出してんな。分かった。俺たちが止めるしかねえようだ。王絶の支度を邪魔させてはならん。早急に最下衆を撃退せよ。俺の刃から逃れられると思うな。無双の境地、私もたどり着いた。すべて壊そう。急げ、前線の味方に加勢せよ。敵将、切り伏せた。耐えきれん、引かせてもらう。大したもんじゃねえか。できるのはここまでだ。引くぜ。よし、邪魔する奴らは片付いたな。王絶もそろそろ準備できそうだ。な、砲撃、これはさすがに想定外だ。毛利は砲撃にひるんでいる。今が好機だ。昇竜寺城を奪い返す。皆進軍せよ。ダメ、昇竜寺城を奪い返すつもりか。そうはさせるか。奴らを打ち払え。殲滅。武装の刃、全ては破壊のために。敵将、切り伏せた。聞かせていただこう。敵は見せた。もうよかろう。見えた。寝ろ。敵将、切り伏せた。ここは引くほかあるまい。あなたの存在、
心強いな。まだやれる。敵将、舞い落ちた。フルはなんだか。城周辺の制圧はなった。あとは城内を残すのみ。開門。何が天下の死んだ。出ろ。武士のよ、返してみろ。この俺が終わらせてやるよ。見えた。一瞬だ。ついにここまで来たね。毛利の永遠なる繁栄のため、君にはここで死んでもらおう。天下は信長が一新する。それを阻む。伏せるのみ。全て壊そう。見えた。返してみる。止めを外す。された未来があるんだ。こんなところで倒れてたまるか。これはどうか。受けてみなさい。消えてたまるか。マイナス。残念。これで終わり。これにて古き世は終わった。これより先は信長が作る新たな天下よ。新たな天下が始まるのか。信長と共に歩む未来、それはきっと。
長い道のりだったが、ついに大使を遂げることができたな、信長。いや、まだ道半ばよ。これからこの天下を一新せねばならん。十兵衛にもまだまだ働いなあ、望むところだ。この平穏に甘んじ生倉になり下がらぬよう刃を研ぎ澄ませておこう。真っ白き希望はこれからも守り続けねばな。それこそが俺たちの使命だろ。守ってみせるさ、永遠にな。で、あるな。